ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスベンツ G400D 2021年式8800キロ、こちらの車両になります。小島さん、ちょっと久しぶりになっちゃいましたね。そうですね、1ヶ月ぶりぐらいですかね、はい、ちょっと年末バタバタと、またちょっと、はい、予定がリスケで、はいはい、ちょっと明けからの撮影になっちゃいました、はいはい、そんな今日紹介するのがこちら、はい、最初にちょっと僕言っていいですか、はい、高くないですかまあ高いですね、こうね、高いです、高いです、はい、まあ、それがこ うちがなんかとてつもない金額で出してるんじゃなくて、うん、もう相場がなんかとんでもないことになってますよね今。そうですね。でも G クラスは車両紹介は初めてではないですよ、名古屋店の方でご紹介させていただいたりとか、はいはい、東京店の方でも550かな。あ、そうなんですか、はい、ご紹介させていただいております。またその頃と相場ちょっと変わってるんですよ ね、変わってますよね、はい、まあ、一説によるとその半導体不足だったりだとか、うんうん、はい、まあ、その辺がいろいろ重なったりして減産とか。そうですね、はい、まあ、一応あの撮影前にディーラーさん、中のディーラーさんに今新車に頼むとどれぐらいかかるのって聞いたら、一応今日現在聞いたら3年です。3年かかるんですか。3年って言ってました。マイチェンしちゃうじゃないですか、まあ、本当ですか、まあね、それは確実じゃないと思いますけど、はい、一応今聞いたら3年ですって回答でしたね、はい、まあ、そんなお車です。あ、そういうのもあって、はい、ちょっとこう需要と供給のバランスが崩れてるんですね。崩れてるのかな。そうじゃないですか、まあ、崩れてる、うん、崩れてるって言い方なんですかね、はいはい、だってもう新車より言ったら高くなっちゃってるわけじゃないですか、うんうん、そうですね、まあ、過去になかなかない車ですよね。そうですよね。スーパーカー置いておいて、はい、なんでちょっと今回この車がその価値に見合った見合った魅力があるのか、買うか買わないか、はい、買うべきなのか買わないべきなのか、はいはい、ちょっと徹底的に、それちょっとかなりね、危険ですか、大丈夫ですか。危険ですけど、まあ、いいでしょう、はい、行きましょう、攻めましょう、行きましょう、はい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず車の方が、マヌファクトゥアということで、はいはい、かっこいいですよね、もう最初から。そうですね、だから、最初に出たのは G350 のマヌファクトゥアエディションっていうのはもう何て言いましょうか、限定車これですよっていうので出た台数限定の車、それも値段上がってますけど、その後に G400 っていうのが350の後に出たと思うんですけど、もうその300と400の違いって言った方がいいですよね。ハンドルが右だけか、まあ、ハンドルが違うのと馬力がちょっと上がってるっていうのと、はい、まあ、今回こちらを紹介してさせてもらうのがマニファクチャーエディション、マニファクチャープログラムっていうんですかね、はい、この何て言いましょうか、言ったら特別仕様車ですね。特別仕様を選べるっていうのが400になりますね、はい、でもそれにしてもなんか350と400、うん、そんなにこう違うのかなっていう感じ僕としては受けちゃいますけど、大きいところとしてはそのハンドルの違いと、エンジンだって一緒じゃないですか。同じですね、はいはい、馬力がちょっとアップしてますよね、はいはいはい、じゃあそこだけなんですよね、はい、にしてもなんかこういやでも結局値段はそんなに変わってないですよ、ね、あ、本当ですか。350もまあ高いですよ。なるほど、高いです、はい、ちょっとでも相場全体こう高いのがちょっと高すぎじゃないかなと思っちゃうんですよ、うん、でもどうせ買うんだったらマヌファクトゥアエディションの方がいいんじゃないか、まあ、まあそうですね、っていうところもありますし、はい、ですね、うん、まあ、皆さんちょっとこのエクステリアのかっこよさはやっぱり共通認識でいいねって多分みんな思ってるところなのかな、はい、そうですね、はい、でこのバンパーが黒くなってたりとか、はい、グリルが黒くなってたりとか、はいはい、ずるくないですか、なんかもう。何ですか。いやもう純正でメーカーのそのうちの仕事取られちゃったみたいなね。そうなんですよ、はいはい、自分家のいわば看板を黒く塗っていいんですかと、はい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 、言いたい、言いたいですね、はい、僕らアフターなんで、まあ、塗っちゃいますけど、そうですね、もう純正でこれをやられちゃうと、はい、もうちょっと仕事がないなっていう、うん、確かにね。でまあその辺がしっかり黒くなってるんで、はい、まあ、かっこいいっすよね。そうですね。あともうヘッドライトね、ここは、はい、ナイトパッケージ、はい、この辺が実際よく言われるのが、じゃあ実際のノーマルの400を買ったりとか、まあ、350買ってブラックこういうタイプにするといくらかかるんですか。結構かかるんですよね、うん、100万近くかかりますね、はい、だからそれを考えるとめちゃめちゃお得、お得感はあるかもしれないですね、はいはい、でそれに合わせてこの辺も黒くなってたりとか、はい、あとは僕思うんですけど、 G クラスって結構僕も最初勘違いしたんですけど、うん、これってマイナーチェンジなんですよね、現行型ってビッグマイナーなんですよね。あ、そうです、ビッグマイナーって言い方でしょうね、はい、型式が G463 から変わってないんですよね、はい、変わってないですね、はい、463A になってる、うん、なんで基本的にはもう463って僕たちの通称名で言っちゃうと
通じないんですよね。どっちですか。どっちになっちゃうんですよね。A の方が新しい方ですね。はい、だこれがずっともう言ったら、1981年から、うん、もう先代の460からですかね、うん、40年近くこうシルエットを変えない車って、うんうんうん、そんなんですか。でもまあビッグマイナーでも全部変わりましたね。マイナーチェンジ、まあ、同じところを探すのが難しいぐらい、ね、はい、まあ、至るところ違うみたいなんですけど、うんうん、でも基本的な構造が変わってないからこそ、うん、マイナーチェンジっていう、あ、そういう風にね、くくりなんですよね。あ、してるんですよね。でなんかもうずっと基本的には作っていった車って後半やっぱり人気がなくなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、でこうマイナーチェンジしたりフルモデル したりするわけじゃないですか、うんうん、でこれも別にあの400に限っては去年発売ですけど、うんうん、まあ、350、63、うん、その前からあるじゃないですか、はい、ここに来てこんな人気がっていうのは、はい、ちょっと僕やっぱりこうまだ受け入れがたいんですよね、うん、はい、そうですね。いや本当に、まあ、僕たちも相場の読み間違いをした車です。本当に間違えました。これはまさかこんなに上がるとは。本当にですね、はい、はい、本当し、まあ、いい意味で失敗ですね。あ、いい意味で失敗って言い方が出てくるかもしれないですけど、はい、本当にここまでかという車ですね。でちょっと話が逸れちゃいましたけど、はい、エクステリアの話に戻ると、あと横回っていきましょうか、はいはい、もう全体的なシルエットがもう全然変わってないですよね。変わってないですね、はい、で結構こう写真とかだけ見ると結構大きい車だなっていうイメージの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、意外にコンパクトなんですよね。そうですね、はい、だとホイールベースに関して言うとなんか GLC とほぼ変わらない、うん、そうなんですよ。そうですね、本当にちょっとだけ長いぐらい、はい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 、だから意外に車ちっちゃいんですよね、はいはい、もちろん幅は1900インチありますけど、はい、だその辺も割とこう、はい、意外に使い勝手がいいっていうのは、まあ、人気の秘密なのかな、はいはいはい、あとはマヌファクでちょっと黒くフェンダーがなってたりとか、はい、これツートンいいですよね。そうですね、この色合いだとやっぱり白だったりブルーだったりっていうのはやっぱり一番際立ちますよね、うん、あ、この辺がツートンがかなりついてる、はい、であとはツートンが楽しめる車ってあんまりないと思うんですよ、うん、んというと、あ、車的にモデル的にってことですね、はいはい、例えばミニみたいに屋根とそのボディが違う色とかっていうのもたまにありますけど、うん、はい、そんなに多くないじゃないですか、はい、この辺の色の組み合わせって結構無限大だし、はいはい、結構こう単色のマヌファクじゃない車、うん、ゲレンデをこう屋根塗ったりとか、うん、フェンダー塗ったりとかって結構あるんですよね、うん、今ちょうどボンドボディの方で作業させていただいてる車でもこの仕様にしてるのがあったぐらいなんで、やっぱりちょっと人と違うのとかちょっと少し目を引くのとか、ね、はい、っていうのはかなりいいところなのかなと。まあ、そうですね、まあ、ツートン入れて高級感というかちょっとこういうちょっと上品なイメージがある車ってなかなかあんまりないですよね。ないですね、そう言われてみると、うん、そしてあとはホイールがマヌファクトゥアで20インチの黒いタイプ、はいはいはい、これも純正でこれですからね。そうですね、もう変えなくていいじゃん。変えなくていいですよね。なっちゃいますよね、はいはい、そしてあとはタイヤが今回交換されてるということで。そうですね、はい、ちょいいじりものなんですね。ちょいいじりですね、はい、はい、ちょっとこうね今の感じのなんて言いますか、ホイール変えなくてもちょっと変えたいなって方はこういうタイヤを入れて、乗り心地なんかも全然、まあ、後で乗っていただければと思いますけど、まあ、現行型になってからめちゃくちゃ乗り心地よくなったんですよね、うん、乗り心地いいですし、はい、まあ、こういうゴツゴツタイヤであっても全然快適に乗れますから。おそらくあとは皆さん気になるところとしてはステアリングフィールと、はい、あとその走行音、はいはい、まあ、そこちょっと後々ちょっと乗って確認していきたいと思います、はい、で具体的に言うとサイズの方が275-5520ということで標準が275-50ですかね、はい、なんか少しだけサイズアップしてる感じなんですよね、うん、そしてちょっと先代と違うのはあんまりこう極端なサイズアップができないんですよね、うん、大きくしちゃうしすぎると、はい、このインナーに当たっちゃうっていうんで、はい、あ、そうですね、はい、まあ、その辺もあって多分あ大きくしすぎない、はい、にしてもまあ純正よりかなりサイズアップになってるんで、うん、ワンサイズですけど、はい、まあ、外径大きくなってるんでこの迫力のエクステリア、うん、いいですね。これいいと思います、はい、車高の方はいじってないんですよね。いじってないです、はいはい、ノーマルの車高になっております、はいはい、あとは足回りが、この方になってからもうめちゃくちゃ進化して、はい、ほぼダブルウィッシュボーン、はいはい、でそこはもうね、あれですよね、賛否というか好き嫌いがありますよね。前の先代のゲレンデの方がゲレンデらしいって方もいらっしゃいますし、あのこうゴツゴツした乗り心地を楽しみたい方はやっぱり先代っていう方も少なくないみたいです、はいはい、ただより乗用車ライクに使いたいって方は非常にいいんじゃないでしょうか、はいはいはい、あとはいろんなとこ、さっきもちょっと触れましたけど屋根だったりミラーだったりも、はいはい、
なってたり黒くなってたり。そうですね。あと僕大きいところとしては、はい、あの先代と違ってキノコミラーがなくなったのは結構エクステリアで、あここね、はい、このミラーがね、はい、なくなったのは大きいところなのかな、はい、まあ、その代わり360度のカメラがついたりとかして、はいはい、うん、まあ、取り回しなんかは全然問題ないなってるみたいです。はい、あとあれですね、ちょっと AMG ラインとここでやっぱ大きさ違うんですよ。フェンダーのサイズが違うんですよ、ね、フェンダーのサイズが違うので、はい、まあ、これはもちろんもともとベース AMG ラインが入ってるんであれですけど、だからスノーナローのそのフェンダーのやつって僕1回しか見たことないんですよ。はい、あそうですか、はい、まあまあそうですね、そのぐらいこう AMG ラインの装着率が高かったりとか、うん、63のこの売れ方、売れ方ですね、はい、まあ、今新車で考えている方はもう皆さん多分どの営業マンさんも絶対 AMG ラインつけてくださいって言われると思うんですけど、これはまあ後々手放すんであればもう必ずつけていただいた方がいいですね。そのぐらいちょっと評価につながる、はいはい、まず買ってもらえればもう別にそれは漏れなくついてるんであれですけど、はい、あとは今回の車なんと電動サイドステップがついてるってこと、はいはい、大好評のこれどこの店舗に行ってもめちゃくちゃつけてますよって言われるんですよ、はい、もう東京店じゃもう数えきれないぐらいつけたって言ってましたし、はい、浦和店でもものすごい勢いでつけてるらしいです。で一応この長いのと短いのがあるんですよね、はいはい、でマフラーの関係で、はい、63以外はこの長いタイプ、はい、ロングのタイプですよね、はい、で出してみ63になると、はい、短いタイプにこんな感じで、ちょっとこの乗り降りどんくらい便利かっていうのはちょっと内装で紹介したいと思います。はいはい、G クラスこのクラスもドレスアップも含めて何台も紹介してますからね。まあこんなのがついてると。はい、でまあゲレンデだけじゃなくていろんな車種用に電動サイドありますので、うん、ぜひお問い合わせください。でまあ詳しい動きに関してはちょっと内装でちょっと見てみたいと思います。はい、であとは後ろも同様にこのゴツゴツタイヤの、はい、20インチ。そして僕はいろんな資料を見たり動画を見たりして知ったんですけど、うん、フロントガラスだけじゃなくてこの辺のガラスとかも全部ラウンドしてるんですね。あ、そうなんだ。らしいですよ。へえ、僕一番最初にゲレンデ550紹介させてもらった時に、フロントガラス真っ平らですねって言ったら、コメントでいや少しラウンドしてるんですって言われて、で調べたら確かにラウンドしてるんですよ。あ、それは知らなかった。それからいろんなこう動画とか資料とか見たら、この辺のガラスとかもラウンドしてるらしいですよ。へえ、だすごくないですか、そう考えると、うん、すごいね。これだけ先代モデルのイメージをこう踏襲したまんま、うん、現代にこうちゃんとこうやってる、ね、リメイクしてくるって、はい、でも僕思うんですけど、このノリで他の車も作ってほしい、うん、それ結構来るよ、期間来るよ。本当ですか。みんな頑張ってるから。本当ですか、うん、ちょっと最近でもそういう方向性あるじゃないですか、うんうん、まあ、日産の Z がちょっとこう、うんうん、昔のシルエットで、うんうん、あれをもっと頑張ってほしいです。あ、そういうね、そういうことね。そうです、はいはい、それもっともう側はもう昔のエクステリアで、はい、中も最新みたいな、はいはいはい、それなんでやらないのかな。分かんないです。まあ、一応その衝突安全だったりだとか、うんうん、まあ、あとその空気抵抗とかそういうのもいろいろあるみたいなんですけど、はいはいはい、だって E クラス124とかあれ中現行で、うん、外装穴まんまとか出たら最高じゃないですか、うん、最高だよね、はい、うん、なんかちょっとその辺も思っちゃったりします、ね、なんか昔某、ね、メーカーさんがやってたことあるよ、なんかそんなのね、メーカーじゃないか、三岡とかさ、あ、そういうので、なんかそういうニュアンスじゃないけど、そういうちょっと流れてね、やったりして、ね、なんでちょっとその辺を僕は感じました、はい、そして後ろに行くと、後ろもこれ基本的にはツートンになってるんですよね。ツートンですね、はいはい、背面タイヤカバーだったりとか、はい、当然バンパーもツートンになってて、はい、ちょっとパンダカラーになっております、うん、あとはパンダじゃないですか。パンダカラスもね、はい、パンダカラス、はい、ちょっと可愛さもある感じです、はい、あとナイトパッケージなんで、はい、テールランプちょっと黒くなってるんですよ、はい、あとよく言われるのはここの色の差、うん、バンパーと、そうなんですよ、差ね、はい、おかしくないですかこれ。おかしいというと、で僕もそんなにあんまり気にしてないかった時は、うん、まあ、そういうもんだなと思って見てたんですけど、うんうん、大宮店かなの富山店長が、うん、いやここ色ずれちゃうんでこっちもスモーク塗りました、それを言われてから、うん、この色の差がめっちゃ気になるんですよね。あー、そういうことね。そうです。だこのトーンにしてほしい、はい、ちょっと細かすぎですか。いや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 、はい、一回言われちゃうと気になりません、ここ、うん、気になるね、はい、まあ、ちょっとその反射の意味合いも込めて、うん、まあ、ちょっとその明るい色になってるんでしょうけど、うんうんうん、はい、でも基本的にスモーク乗ってもそんなに反射の性能が落ちるかっていうとそうじゃないじゃないですか、うん、うん、このぐらいに、だってこっちは黒いんですよ、だって、はい、でちょっとここ合わせたいなと思っちゃいました。はい、ご用命お待ちしております。お待ちしてます、はい、続いてトランクの方、トランクの方が
意外にこう狭いというか、はいはい、有効利用できるスペースがちょっと広くないんですよね、はい、でちょっと仙台よりもタイハウスがこう盛り上がってたり、盛り上がってるんで、そのゴルフバッグが、ね、やっぱり詰めないんですよ、うん、やっぱりゴルフバッグ問題あります、ね、小島さんお客様から言われること多いですか？多いですね。いや皆さんも入るもんだと思ってるんですけど、実際入れてみたらあれっていう、ちょっと待ってくれみたいな感じの、はい、毎度おなじみこのクラブは刺さってないバッグですけど、これで置けないんで、まあ、ちっちゃさは、ねはい、感じていただけるかなと。だからここのあのねボード、はい、入れてもらえれば平らになれば、はい、こういう感じで車外でここを平らにするボードがあるんですよね、はい、そうするとここのスペースが使えたり使えるんで、はい、こういう感じでいけるんですけど、ないとはやっぱりそうですよね、うん、で立てかけるにしても結構なこう高さじゃないですか、うんうん、だからなかなか難しい。でなおかつこのシートを倒してもこの段差が解消できないんですよね。ちょっと今リアシート倒してみましたけど、倒してもここが平らにならないんですよね。結構な段差ありますよね、20センチとかじゃないですけど、うん、17、8センチぐらい、多分20センチぐらいあるんですかね。そこのねボードはもうおすすめですね。そうですよね、はい、かなり人気の、人気ので種類もいろいろあるんですよね。ありますね、はい、引き出しがついてるのとか、はいはい、もう本当に簡易的なやつから、はいまあ、予算だったりに応じて選んでいただけるといいんじゃないかと、はい、じゃあ続いて一応ここチェックしておきましょうか、はいはいまあ、400D ということでディーゼルですから当然軽油なのと、はい、あとは、サンゴマロもそうですけど、はい、アドブルー入れるタイプなんですよね。そうですね、はいまあ、尿素、尿素ですね。最近なんか尿素問題出てますけど、はい、なんか少ないみたいですね、はい、なんか海外じゃなんか全然手に入らないクリームとか。そうなんですか。だから僕ちょっと正直あんまり乗る機会もそんなにないんで、うん、入れたことはないんですけど、うんまあ、頻度としてはそんなにこうガソリンとかその燃料みたいに、いやいや全然全然そんなないですよね。ないです、はいはい、多分、まあ、さっきもちょっとお話しましたけど尿素 ないんですよってお客さんから言われたことってほとんどないので、うん、だ点検時に入れて、まあ、1年点検と後天点検時に入れてそこまでなくならないぐらいじゃないかな。何千キロに1回とかそういうペースで、ね、そんなペースだと思いますね、はいはいまあ、なんであんまりこう触れるところじゃないかもしれないですけど、はいまあ、基本的に大きいトラック入ってるようなそうですねガソリンスタンドであれば、はい、もう大体間違いなく置いてある、うん、置いてありますね、はい、ではこの辺は問題ないんじゃないかな、はい、そんな感じになります。積載車ですね、うちでよく乗ってる、ね、そうですね。トラックはもう走る距離も、ねはい、消費量もでっかいですから、ねうんはい、こんな感じの仕様になっております、うん。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前にいいですか、はい、ゲレンデって、うん、こう音、うん、ロックの音も変わってないし、うん、このドアの音も、うん、そもそもその今時スマートキーもないじゃないですか。ないない、ねはい、この音ですよ、しかもガシャっていう、はい、なんか思うんですけど、うん、もうみんななんかいろいろ軽自動車もすごく装備良くなって、うんうんうん、もう普通のコンパクターとコンパクトカーとかもめちゃくちゃ装備良くなって、うん、なんかもうみんな一周回っちゃって、なんかこう黒を楽しむ時に入ってきてません？なんか、まだそれが許せる車でね、はい、車でね、なんかゲレンデなんかまさにそうだなと思って、うん、だってこんな不自由な車ないですよ、うん、カシャンって音がして、ね、ドアももうこんなハンドアになるドアで、うん、それを変えてこないっていう、はい、でヒンジが一緒なんですもんね、ヒンジ先代と、ねはい、これもでもなんかすごくこだわって作ったみたいですよ、もう今時そのソフトクローズとかつけるの簡単じゃないですか、うんうん、でもその辺も、まあ、やってこないし、うんはい、その辺も変えないで、そして内装は内装めっちゃかっこよくないですか、まあね、基本的にこのツートンの、はい、グレーとブラックなんですかね。グレーとブラックですね、はいはいまあ、ダッシュボードもこのレザーで、こっちもレザーですからね、はいはい、そしてセンターコンソールもレザーで、ここはねマヌファクトゥーアディション、まあ、プラグラムですかこれだと、はい、これでもみんな買いますね。そうですね、はい、金額がね結構その新車価格プラスするのには内容からしたら全然安くできる内容だと思うので、うん、だって全部レザー張りの車って、うんまあ、例えばセダンとかで言ったら結構上の買わないとならないですよね、うん、センターコンソールまで、はい、でこのニーパッドのところはちゃんとステッチも入ってて、はい、でシートもこのツートンめっちゃかっこいいじゃないですか、かっこいいですね、はい、でこれ前に行くに従ってこの大きくなる、はいはい、シート真ん中パンチングなんですね。そうですね、はい、でヘッドレストも、はい、かっこいい感じの、うん、でだってドアもっすよ、うん、だちょっとずるいっすよね。ずるいっすねこれ、ほんとずるいと思いますよ。これだったら別にベース車両作んなくていい、これ1本で行ってくれみたいな感じですね確かに確かに確かに、はい、
でもゲレンデって仙台で言ったらもうプロフェッショナルとか、はいはい、もう本当にもう何にもついてないのかな、はい、こんな中全部レザーのまであるんですよ。そう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 、これは売れますよ。これをね、だからなんて言ったらこの頻繁に出すのか、はい、っていうのはずるくないですか。あ、特別仕様で出してくれるんだったらいいけど確かに確かに、まあ、商売上手ですよね。ずるいって言っちゃあれですけど、で頻繁に出しても注文が殺到してるぐらいだから足んないんじゃないですかまだ、ね、はい、だからこの金額なんだってね。ドアもここも全部ステッチ入って、うん、全部レザーっすよ。もちろん中は違いますけど、うん、ここまで全部あって、でウッドのパネルと、でウッドのパネルとあとシルバーのやつもあるんですか、うん、ある、はいはい、もあったりとか、あとはそのベンチレーションね、ここもそうなんですよ。装備も、装備もね、だからみんなが理想とする外装が昔のまんま、うん、中最新をまさにこう 字で言ってるなっていう。ベンチレーション、シートヒーター、あとマッサージもついてるんですよね。そうそう、確か。だからそこもね、あのマニアックトゥーアなんでノーマルだとねつかないんだったら、そこもちゃんと、そこはもううちに標準でつけてくれようと思いますね。まあまあ確かに確かに、うん、でパワーウィンドウのスイッチに至ってはもう先代と変わらない位置ですよ。位置ね、はい、うん、これも別に一回用にでもやり終わったじゃないですか、うん、ドアのデザイン含め。で細かいところこう追っていくと、そのビッグマイナーっていうのは納得できる内容ですよね。確かに、うん、大きく配置変えたりしてないですもんね、うん、してないんで、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。気になるところとしてはこのステップ、はい、ステップね、はい、皆さんここ乗るときに乗って大丈夫ですかって言われますんで、全然大丈夫です、はいはい、重量級の僕が乗ってもびくともしないんで、はい、さっき小島さん100人乗ってもって聞いたことあるフレーズ言ってましたけど、はい、100人乗ったらさすがに壊れます。100人乗れないけどね、はい、1人だったら全然、デブの僕が乗っても全然大丈夫です、はい、こんな感じ。ここでも一つ今言っているのが、はい、出るときは気をつけてもらった方がいいんですよね。あ、そうですね、結構 どのぐらいですかね、15センチぐらい外に出るんで、ね、出るんで、はい、だからこれ降りるときと、はい、そのステップが出るタイミングが結構同じなんで、はい、結構こう当たることがあるんで、ワンクッション置いてから降りていただいた方がいいですよね。あと開けるときも、はい、このあんまり近くで開けちゃうと、はい、ボカッて足にぶつかっちゃうんですよね。なんでちょっとその辺だけ気をつけていただいて、まあね、ただ純正のステップがちっちゃいじゃないです か、うん、だからめちゃくちゃ使いやすくなりますね。まあね、仮に当たったとしてもね、そんな怪我することじゃないですけどね、はい、まあ、ゲレンデが結構もう最初のこの乗り込みが元高いんで、うん、ここになるとだいぶ楽と、うん、でも純正ステップ、このさステップが傷だらけだとちょっと残念だよね。だからやっぱりこういうステップがあると嬉しいと思います、うん、プロテクション貼る方とかもいらっしゃいます、はい、うん、なのでこっちになるんでめちゃくちゃ乗りやすいと。でハンドル掴まなくても乗れますもんね、うんうん、そして乗り込むと、もう過去にもゲレンデ紹介させていただいてるんであれなんですけど、もう信じられないダッシュボードのこの短さこうね、はい、にもかかわらずこの先進装備、はいはい、そしてこの 12.3 インチのモニター、ゲレンデのアニメーションが出てきて、こっちもデカナビ、これ中身もあれですよね、はい、今時のやつですよね。そうですね、さすがに現行の S クラスとは同じとは言わないですけど、はい、基本的には、まあ、ベースの一番新しいやつですよね、はい、でまあ、細かくできますよっていうのはちょっとこれ、はい、市場でじゃあ紹介しましょうか、はい、アンビエントだったりだとか、装備としてはそのマネフトゥーアと、あとラグジュアリーパッケージが入るので、はい、このスピーカーですね、はい、このブルメスター、ブルメスターと標準装備ですよね、はい、サンルーフがついているのがラグジュアリーパッケージです、はい、最高です。でこのダイナミカのルーフライニングと、はい、でバイザーもちゃんとダイナミカなんですよ、はい、バイザーフェチのツッチは納得の、やっぱりここは揃えてほしい、はい、こっちビニールだと、うん、はい、でも価格にもよりますけど、さすがにちょっと1000超えてきたらここは一緒にしてほしいです、はいはい、こんな感じになっております、はい、そして、まあ、機能的なものはもうみんなおなじみですよね。おなじみですね、まあ、ディストロニックも当然ついてますし、はい、ただあれなんですか、ステアリングアシストだけないんですか。ないですね、はい、ゲレンデなんで、はい、まあ、ちょっと車のキャラクター的にもあるんですかね。ステアリングアシストあっちゃったらね、ちょっと大変でねこのでかい巨体のでかいタイヤグワングワンのつですか、はい、こんな感じになってます。あとここは多分、はい、もう先代から変わらずですよね、はい、そしてドリンクホルダーとシガーソケット、そしてここキー入れるんですね、はい、はい、こんな感じになっております。であとはモード切り替えだったりだとか、はい、あって、アイドリングストップに360度、360度も一応確認しておきましょうか。
けないとつかないです、うん、あ、来た、はい、こ, めこっち一回閉めるからここだけ、はい、360度もこんな感じで、これのおかげでキノコミラーがなくなっております。はい、そしてアームレストの中は USB が2系統とあと SD が入るのかな、はい、なっております。いや、レザーいいっすね、マジで。いいですね。あとはまあ一応ここもね、マヌフクトゥアっていう、はい、ありますね。こんな感じになってると、はい、まあ、あと収納問題かなっていうところですかね。収納ですね、はい、まあ、この辺もそんなに広くない、うん、はい、まあ、収納はないよね、はい、まあ、メルセデスベンツ全般そうですよね、はい、まあ、ドアポケットがちょっと容量あるのと、まあ、あとは僕おすすめとしてはこのグリップを小物置きに変えられるキットがあるんですよね。キットはこういうのあるんで、はい、まあ、そういうのを、はい、いろいろアクセサリーもありますからね、うん、選んでいただけるとより便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。開け閉めするたんびにこれバシャンバシャンって、はい、2022年でございます、はい、そしてリアのシートに関してはもう小島店長が乗っておりますけれども、リアがこれ僕いろんなレビューとか見たんですけどすごく評価が分かれるとこかなと。そうですね、まずヘッドレストが上げないとちょっと乗れないですね、はい、ここの長さが意外にちょっと短いかなっていう感じは、肩までの感じはしましたね、はい、うん、あとは先代と比べてあれなんですけど調整はできるので。そうなんですよね、リクライニングっていうか、うん、多少倒せるんですよね、ここまで、まあ、先代というかこんな感じですもんね、はい、前のあれは直角なんで。先代はリアシートあんまり人権がなかったですけど。そうですね、こう運ばれてっていう感じだったんですけどそうですね、まあ、現行に関しては割とくつろげますよね、はい、くつろげますね、はい、うん、ただスペース的なものが結構評価が分かれるかなと。サイズ的に十分という方もいらっしゃいますし、いやもうちょっと広い方が良かったなという方も少なくないようです。そうですね、うん、でも先代を知ってるからそれから考えたら全然いいんじゃないですか。なるほど、足の長さも高さも、はい、空間はもちろんありますし、シート固めですね、うん、すごい硬いです。うん、何点ですかね。何点ですか。4点です。小島さん的には4点です。4点ですね。なるほど。これ以前実はあの東京店でタレントのユージさんと動画撮影させていただいた時に、うん、まあ、おっしゃってたことなんですけど、うん、それ窓が低いのいいよねって。あ、ここのね。そうっす。あ、子供を後ろに乗せた時に、はいはい、あの他の車に乗せたら酔っちゃったんだけど、はいはい、ゲレンデに乗り換えてから酔わなくなったっていう。確かにそれはここは本当低い気がします。そう言われてみない、まあ、外が見えるのと、あと乗り味的にも割とこうソリッドじゃないですか、うんうん、はい、まあ、原稿はだいぶ柔らかくなってますけど、うん、こうふわふわした後ろにこう外の景色も見えずに乗ってると酔っちゃったんだけど、ゲレンデに乗り換えてから全然それがなくなったっていう、うん、まあ、それ先代の話だったんですけど、はい、4.5 点です。さすが子供がいらっしゃる。あ、いやいやいや、もうね、5点上がりましたけれども、はい、で装備的にはシートヒーターと、はい、あと3ゾーンになってるんで、はい、部屋のエアコン調整がついてるんですよね。はい、じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、これエンジンが僕割と車好きで言ったら評価が高いところなのかなっていうのはちょっと思いました、うんうんうん、っていうのはこのちょっとスペックから紹介しますね、はい、一応3リッター直六ディーゼルターボで、直六っていうのが結構最近見直されてきてて、うん、まあ、フィーリングだったりだとかやっぱりいいよねっていう、はい、まあ、あとちょっと環境的にも多少いいんですよね、うん、やっぱり V 型よりかも部品点数が少なかったりとか、うん、メンテナンスが容易だったりだとか、まあ、その辺もあるんで見直されているこの直で、一応エンジンの型式の方が OM656 エンジン、これが実はあの GLE400 とかにも積まれてたりとか、あと S400 にも積まれてるエンジンみたいです、うん、はい、でもっと遡ると、先代の OM642 エンジンっていう、これが350シリーズに全部積まれてるやつなんです、うん、だからこうなんかポットでの新しいことやってるエンジンじゃなくて、めちゃくちゃいろんな車に積まれてきた車エンジンのブラッシュアップ版だ、結構信頼性も高いのはこうやっぱり皆さん安心して買えるところなんですね、はい、秘伝の強いですね。そうなんですよ。
継ぎ足しで継ぎ足し継ぎ足しで良くなってる良くなってるという、ね、結構僕エンジン気にしちゃうんですよね、なんか新しいやつっていうと、はいはいはい、おすごいなって思ったりするんですけど、これちょっと大丈夫かなっていうのもちょっと思っちゃったりとか、だかその辺結構強いんじゃないかなと、あとはなんかこれいろんな車に積めるように、エンジン自体がすごくこう補給量つけて真四角になるように設計されてるらしいですよ、いやもうエンジンの形がもう立方体、もう真四角になってるからいろんな車に積めるっていう、そういう次世代のエンジンみたいです。だベンツのエンジンで、いやもうこれも多分その何ですか、偏った意見かもしれないですけど、他の、まあ、例えば BMW とかポルシェに比べるとベンツってやっぱりその何ですかね、なんて言ったらいいのかな、そういう なんて言ったらいいのかな出てこないな効率がいい方を優先にしている作りがちょっと強かったのが、だんだんそれと効率性と楽しみとかスポーツ性とかそういうのがだんだんこうなんていうんですかな、こう来てる感じしません、年々進化して融合してってる感じは確かにしますけど、多分それがこっちに入ってきてるんじゃないかなっていう気はしますね、すごい。で、あと350との違いとしては一応44馬力アップ、だとトルクに関しては100ニュートン、でまあ、300馬力超えのトルク700ニュートンなんですよね、だまあ僕350も実はちょっと鳴らしていただいた時があって、もう全然十分なトルクだなと思ったんですけど、さらにそれを上を行ってるわけですよね、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、行きましょう、ちょっと予習していいですか、一応マヌファクトゥーアの、装備としてエクスクルーシブナッパレザー、ウッドステア、ベンチレーション、2トンダッシュ、2トンのセンターコンソール、レザーダイナミカルーフライナー20インチ、ブラックホイール、ブラックアクセント、まあ、要はナイトパッケージですね、あとスライディングルーフ、ブルメスター、アダプティブダンピング、電子制御の足回り、以上です。もう全部付きですね、でもこれ本当になんかこう好き嫌いすごく分かれるし、分からない人にはなんでこれが売れてるのか分からない車じゃないですか、でディーゼルも昔より静かになってますけど、結構振動もあるし、音もあるし、だってこうやってハンドル握っててもグーって伝わってくるぐらいあるじゃないですか。でもドライブ入れたら結構変わりません、アイドリングの時、アイドリングね、そんな感じでございます、よし行きましょう、G クラスのアクティブサスペンションは分からないですよね、ついてるかついてないか。え、本当っすか。いやその車を見て例えば査定するじゃないですか、車がついてるかついてないかって分かんないんですよね、なるほど、分かるようにしてもらいたいなと思って。でも足回り覗いてサスペンションにコネクターがついてれば、あ、そうか、そういうことか、違いがあるかなと、いつもその車体番号で調べてたから、あ、まあまあそっちの方が確実ですよね、行きましょう。あ、そうか、それをじゃあ今度勉強になったらそういうふうに見よう、コネクターが、さすがだな、やっぱそこは。そうなんです、整備士と営業と、いや逆に僕あの車体番号でっていうのができないんで、もう原品を確認するしかないっていう、原始人土屋としては、いやいや、でやっぱり皆さん気になるところとしてはこのパワーどうなのっていうところと、うわカシャッつってこんなにやかましい車あります？いやもうなんかねちょっと閉じ込められた感じだよね。そうですね、完全にロックしたぞって、ただめちゃめちゃ乗りやすくなってますね、ペダルの位置はまともになってるし、あの先代だとあのこうなってるんですよ ね、かさ増しアクセントあったけど、ね、踏み替えるのがすごく大変っていう、あれ平らにするキットとかありましたけど、そうでもなんかそのキットいらないですか、もいやこれいらないです、ね、いらないですね、あれなんかブーツ履いてても踏み間違えないようにってことなんですよね、本当かちゃんと考えられてるね、それ諸説ある感じ、諸説あるんじゃないですか、諸説ある感じ、僕はそういう風に聞きました、まあでもねやっぱりアドベンチャーを走るとこですからね、アドベンチャーオフロードオフロードね確かに走り出すとそんなにこう振動は気にならないです、ハンドルは、ただアイドリングで止まってると結構伝わってきます、ペダルもそうだし、あのステアリングにも、でも先代に比べて、その外のディーゼルの匂いってしなくなる、しないですね、しないですね、全然しないです、多分その辺はアドブルーが多分効いてるんだと思います、確かに嫌なディーゼル臭はしないですね、だ多分ガレージ換気の悪いガレージとかでもそんなには多分気にならないんじゃないかなっていう、最近ならないっていう感じはしますね、だって昔はドイツのあの空港を降りると空港がもうその匂いしてたっていう、あディーゼルの、タクシーとかバスがみんなディーゼルなんで、
いやでもめっちゃ静かですよね、車、うん、静かになりましたよね、うん、パワーウィンドもね、うん、仙台はワンタッチついてなかったら、ね、ああそうですね、ワンタッチキットとかつけてましたね、ほら大丈夫ですよ、安全装備もちゃんとついてるんで、はい、内気循環長押し台でしたっけ、したりするキットもあるんですよ、はい、はい、そんな機能もついてると。やっぱりこう家族で乗られてる方、奥、旦那さんも乗ってるし奥さんも乗られてるっていう感じ多いですよね、すごい。でも思ったんですけど、これ本当一生乗れますね、うん、乗ろうと思ったら。あとはその皆さん都内の方、東京都内の方で悩まれるのはやっぱり駐車場問題ですね、はい、ああなるほど、うん、これはもうしょうがないですね、はい、ただでもこれより大きいゲレンデじゃない、大きい SUV っていくらでもあるじゃないですか、うん、中でも割とコンパクトっていうか、うん、あと重量がね結構引っかかるんですね、大きさは大丈夫だけど重量ダメだとか、2450ぐらいあるんですよね、はい、ありますね、仙台よりが100キロぐらい軽くなってるんですよね、はい、このアルミの対応でだいぶ軽くはなってるらしいですけど、それでも 2.5 トンですからね、はい、確かにそう考えるとちょっと、だと皆さん気になるこのゴツゴツタイヤの乗り味としては、はい、意外に普通です、普通ですね、はい、もっとすごいブロックタイヤでなんかもうヘリが飛んでんじゃないかみたいな感じのありますけど、意外に BFF グッドリッチのこのオールテレンって意外に普通乗れちゃうんですよね、うん、もうだって言われなきゃ分かんないですよね、まあそうっすね、いや全く知らない人がこの、あ、まあ初見で乗ったら多分分かんないレベル、分かんないレベルですね、はい、ロードノイズ走行音はまあ多少、スポーツでしょ、いやいや全然スポーツの方がいいぐらいですね、スポーツでしました、足回りだけスポーツぐらいがいいぐらいですね、うん、ちょっとさすがに扁平変えてるんで、うん、少しこういう感じあるんですけど、うん、スポーツにするとだいぶそれが落ち着きます、落ち着かね、はい、いやでもトルクあるし、うん、はどこからでも加速するし、うん、2.5 トンあってもブレーキ効くし、うん、車としてはめちゃめちゃ優秀ですよ、うん、例えばこれ本当一生乗るって考えてマイクセルを買って、はいはい、しばらくしたらちょっとその色のパーツ出てるじゃないですか、はい、ちょっと年式を古く見せるような感じにゲレンデに変えてみたりとか、はい、なんかいろいろ楽しめるからいいですよね、確かにカスタマイズも自由自在なんですよね、そうですね、そうなんですよ、いやこれいいじゃないですか、キャンプ行ってもいいし、別に都内で足に使ってもいいし、はいはい、でディーゼルだし燃費いいし、はい、直六だったらメンテナンス性もいいし、完成されてますからね、車としてもね、そうですね、完成されてる、まあそうですね、まあ、機能面では完成されてますね、うん、ただもうさっきも言ったんですけども、なんか苦労とかそういう味を楽しむ時代なのかなっていう、うん、そういう車は特に最近少ないじゃないですか、うん、みんな同じような顔で、はいはい、みんな同じような装備で走りで、うん、そんな中ですげえ尖ってますよね、ある意味ね、ある意味ね、はい、形は40年変えないわ、ドアは閉まりづらいわ、うん、うるさいわ、これがなんでこんなに売れるんですかっていう、本当にねこれ使えるか分かんないですけど、はい、こんなに日本って お金持ちいっぱいいるんだと思いますよ、あ確かにこんなにゲレンデ G クラス、はい、売れるんだと思って、だって2000万円って家ですよ、うん、間違えた、だからね、本当にね、はい、正直車屋さん的には仕入れんの本当ドキドキしますよいつ暴落とかするんじゃないかっていつもこう何年も思ってるけど、はい、全然そんな気配もないんで、でこれうちが別にすごく高く出してるわけじゃなくて仕入れも高いわけですもんね、高い高いです、じゃないとやっぱり売ってくれないですから、お客さんも明日もし寝て起きたら相場が定価ぐらいに戻ってたらいや本当にね社長にぶっ飛ばされるじゃんそんな感じでね、だそこの価格はもうやっぱり市場が決めることだから、そうですね、まあ、まあしょうがないです、でも本当に見てますけど全然下がる気配もない、うん、なるほど、でも台数はちょこちょこ出てきたかなって、増えてきたらまたピタッと止まったりとか、本当にね安定してないんですね、安定してない、難しいんですよね、ちょっともう一周いいですか、ちょっと走りのレビューというか体感も僕はあんまりしてないまま、はい、一周終わっちゃったんで、全然
ただ真四角なんで見切りはいいし、うんうん、車幅感覚もこのウインカーが出っ張ってるおかげで、うん、まあ、もちろんフェンダー出てますけど、うん、そんなに気にしなくていいのかなっていう気がします。ゆうちゃんこれツッチー買ってあの子供に乗せるって。いやもうプレネついてるやつはやめましょうお金がある人ならいいですけど、お金がない人がプレネのやつ買うのやめましょう、はい。まあ、欲しいっすよ、欲しいっす、欲しいっすけど、一般の車で、まあ、僕も車屋さんで、はい、まあ、そこそこ、はい、そこそこっていうか、まあ、はい、何年もやらせていただいてますけど、ここまで長いのは初めてですね。あ、人気の期間がですか。プレミア価格がここまで引っ張ってるのは初めてだと思います、ね、僕買うんだったら待ちます。3年4年待ちます。あ、そう、はい。いやでも俺だったら、いや今買って下がってきたなと思ってパッて売って、その下がった金額をまた買う。あ、まあまあまあ。でどん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 その結局その目減りはしていくわけじゃないですか。だその目減りはもうしょうがないと思って今買っといて、下がってきたらな、じゃいくらになったら売るから言ってみたいな感じ言いますよ、お客さんで。あ、そうなんですか。今あの G クラス乗ってる方いらっしゃって、この金額になったらもう売っちゃうから教えてみたいな。でも名古屋店のお客さんでもいました、うん、十何台も乗り継いでる、うん、だからその方も結局その G クラス何台も乗ってるんですよ、うん、だからそういう乗り方もあるかもしれないですね。でいろんな人がこういますね。いろんな方いますね。ゲレンデ好きな人もいれば、はいはいはい、ちょっとその人気があるのにこう、乗っかってというか、はい、うまくこうやりくりしてる人もいらっしゃいますし、ただ車の魅力としてはすげえこう尖ってますけど、魅力ある車だなっていう、うん、あ、変わっちゃった。はい。でも尖ってて、はい、あの安心して乗れる車ってなかなか少なくないですか？これ例えば古い車ならなおさらこうとんがってたりするじゃないですか、うんうん、で古い車っていろいろこう大変じゃないですか、うん、あれがないこれがない、うん、心配して出かけなくちゃいけない、うんうん、それないっすよね。そうそう、遠出するのにもねちょっとでないもんね。確かにそういう心配一切ないんですよ。でこの装備っすよ、言ったらだってゲレンデにアンビエントライトがつくなんて20年前、うん、40年前か発売した時、うん、多分あのゲレンデ開発した人はびっくりしてますよこんな豪華装備がついてアンビエントまで調整できて、うん、でシートに至ってはシートヒーター、ベンチレーション、うん、はい、しかもマッサージまでついてるんですよ、はい、リラクゼーション、うん、強力にしてみますよ、強力に、ね、でダイナミックシートもついてる、うん、ダイナミックシートオフになってましたね。ないですかこれ、ダイナミックシートをこれ使わない派なんですね。リラクゼーション強力にしましょう、はい、アクティベイティング、ああ、そういうね、はい、そういうことね。でもまあそう考えても、はい、うちのそのショップの方とかでも入庫率半端ないですからね。そうですね、うん、もうどの店舗行っても、うん、もう大量にあのお預かりしてたりとか、うん、はい、入庫してたりしますよ、うん、はい、なんでこうなってるかっていうと、マッサージが今効いてるからです小島さん効いてます？効いてます、効いてます、はい、うん、結構押されるタイプです、うん、はい。であとディーゼル僕いいなと思うのは、うん、なんせこの出足が、うん、はい、こうガソリン車みたいにグワーっていう感じじゃなくて、うんうん、特に最近あのミッションの多段化が進んでるんで、うん、その一番いいとこがこう常に使えるじゃないですか、うん、はい、出足はいいし、うん、ディーゼルの苦手なその高回転、うん、もうちゃんとその多段化してギア多く使うことで、うん、もう高速の伸びも全然いいし、うん、これは売れますよ、うん、はい、そのディーゼルだからどうこうっていうのは全くの助手席に乗ってるのも何の不満もないですよ。そうっすか。全然ないですね。
あそのブルブル感がすごいとかなんかあるとか音がうるさいとか全然ないですね。今のめっちゃいいっすよね。昔ディーゼルって言ったらなんかちょっとこう、うん、バストラックのイメージがやっぱり多かったし、振動とか、うん、だからもう燃なんていうのかな、燃費がいい経費が安いオンリーだったんですか、いいところって。それがなくなりましたよね。普通に行けられますよね、うん、いつかディーゼル自分でも乗る時代が来るのかなって気がしますね。あ、まだ所有したことはないですか。ないないですディーゼルは。僕全然ディーゼルでもいいですね、うん、まあ、実際所有したことはないですけど、ポコ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 音するの、はい、めっちゃ気持ちいいっす。これマッサージしちゃうとさ、喋、うん、らなくなりません神経が喋んなくなっちゃうよ、神経が背中に、うんうん、はい、リラックスしてしずやって大丈夫ですか。これシャリルとかになってなくないですか。シートヒーターとこれやべえやつですね、うん、シートヒーターとマッサージで真面目にレビューしますね、うん、買いかな。え、この人なんで信号赤なのに渡ったんですか。もうないね、うん、謎ムーブですね。ちょっとあれ危ない。よし、だってこの出足っすよ、うん、グイッと、めっちゃ出足。あの正直350との圧倒的なパワーの違いは、はい、あの乗せていただいた時は結構前なんで、うん、あの覚えてないです。確かに速い気がするなっていう。いや、うん、ただ僕350乗せていただいた時にめちゃめちゃ感動したんですよね、うん、すごいいい車と思って、うん、トルクあるし、うん、乗りやすいし、こう走らせて楽しいし、うん、はい、空気抵抗感とかそんな感じないですか。いや全然感じないです、全く感じないです。でも高速乗ったらあるよね。どうなんすかね。でもやっぱり G クラスのその飛び石問題はありますよね。ああ、もうそれはもう構造上しょうがないですよね。しょうがないですよね。コンフォートにするとやっぱりちょっとタイヤの線もあるのが、うん、ちょっと揺られてる感ありますね、うんうん、だ少し飛ばすのこれだと怖いかなっていう、うん、ちょっとその足回り変えてる人が乗ってる車に慣れてる人はスポーツがちょうどいい感じですね。そうですね、まあ、そうじゃなくてもスポーツの方がちょうどいいんじゃないかな。でステアリングは割と回しごたえのある感じですけど、うん、全然重さは全然大丈夫、ないです、軽くないです。女性の方も全然ないです、はい、あとそのタイヤのこのレスポンスどうなのかなと思ったんですけど、うん、そんなに悪くないです、はい、まあ、もちろんこの扁平のこのサイズのタイヤなんで、はい、スポーツカーみたいなフィーリングかっていうとそうじゃないですけど、うん、そんなにこうおっとっとっていう感じじゃないです、うん、それこそちょっと古い SUV とかアメ車とか乗ると、うん、こうステアリングフィールこうすごく何ですかラグがあってこう、うん、ちょっと慣れるまで大変だなっていう時ありますけど、うん、割とその辺は乗用車ライクですね。先代だとハンドルの戻りがちょっとぎこちなかったりするじゃないですか。はい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 。あ、そのこと言ってましたっけ。え、言ってました。あ、言ってないですね、はい、戻りは全然、はい、いい感じですよ、ね、全然大丈夫です。だからいい意味で本当に乗用車ライク、乗用車、うん、ブレーキもそうだしエンジンもそうだし、はい、ステアリングフィールもそうだし、だからちょっとこれ乗って、うん、あ違うなって言ってゲレンデ仙台に戻る方もいらっしゃるっていうのは、はいはい、あの納得です。納得ですね、はい、この前に、はい、400万に可愛い取りさせていただいたお客様はまさにそれをおっしゃってました、はい、あやっぱりそうなんですね。いい車なんだけどイメージと違ったんで、はい、って言って売却されてましたね、はい、だ普通の一般的な乗用車とか乗られてる方が、はい、これに乗ったら十分そういう感じは楽しめると思います。はい、8割の方はもういいんじゃないですか。2割の方が多分前の方が良かったっていう、ね、比率は分かんないですけど比率はまあ、まあ、中にはやっぱりその先代の方が味があったよねっていう方も多くない、少なくないと思います、ね、
まあでもちょっと内装もそうだし装備物もそうだし車のその作りもそうだし納得しました。じゃあ一応最後のカーブのところに差し掛かったので、はい、いつもの質問を、はい、ちょっと買いません即答だ。買えないです。即答 だ家ですよ価格が、うん、いやだから買うんだったら僕お金はないんですけど時間はあるんで、うん、はい、3年待ちます、うん、3年待ちます。じゃあさっきの買い方、ただまあまあまあでも買い方変えましょうよ。なんすか。だからこれ今に2000万近くじゃないですか、はい、1800万ぐらいになったら売って、はい、その時に下がってる1800万の G クラスも一回買う。いやそれだったら僕一生持ってます。持ってる。同じの車をいじって、いやいじらないで、いやいじらないで、うん、ゲレンデだったらもうずっと乗っててもいいかなっていう気は確かにします、うん、ちょっと 高すぎますまあね、その2000万が高いかどうかっていうのは2000万円自体がちょっとまあね、そうですね、そうそう、普通のサラリーマンで2000万買うなんてないからね、うん、家ですよ。家だからもう2000万ローン取んないよな。取んないですよ。これ使えないじゃないですか後半のやり取り。これ何いや結局買わねんかいっつって。いやいやいや、でもやっぱりでも、はい、正直みんなが買える車って、まあ、魅力って考えたらちょっとあるじゃないですか。だってまあもちろんそうだと思いますよ。みんなが乗れないから、はい、買えないからやっぱり欲しいっていうのも魅力の一つじゃないですか。大衆車よりかもやっぱりその趣味性の強い車とか、はいはいはい、高額な車の方がもちろんその、うん、あると思いますよ。俺がみんなが買える車だったらやっぱり違うかなって感じしますよね、はい、ありがとうございます、はい、いや車はすごくいい車です。やっぱり再確認しました、うん、はい、これ売れてる理由も、うん、なんとなく分かりました。なんとなく、なんとなく、なんとなく、いやそこはなんとなくですよ。やっぱり皆さんいろんな意見があって、まあ、いろんな、はい、判断のもと車買ってるんで、はい、まあ、僕のその感じたのが正しいとは分かんないんで、ただもうそのぐらいいろんな方にすごく受けるし、うん、はい、あと車がやっぱりいいですよね、うん、ゲレンデっていう、まあ、安定感の安心の、はい、ずっと乗れる、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、結論としてはどうですか。買いか買いじゃないか。買いか買いじゃないか。高いか高くないか。高くないかですね、はい、まあ、正直私は高いと思います。高いと思いますけど、やっぱりこの内容と新車で何年も来ませんということで、買える方は買ってください。あ、なるほど。タイミング的に、タイミング的に例えばその、はい、まあうちだと法人さんが多かったりするじゃないですか、まあ、経費とかそういうのも考えたりとか、まあ、ちょっとやらしい考え方もいろいろしながら買ってもいいんじゃないかなと思います。買えるんだったらって言い方変ですけど、うん、選べるんだったらというところです。選択肢の一つとして入るんだったら、まあ、今買ってもいいんじゃないか。でもこれ、あ、いい、予算的にこの月々これぐらい、これでこれでいけるんだなと思ったら、はい、僕は行っちゃっていいと思います。ある程度その3年先の車になるっていうのも、まあ、確定じゃないですけど、確定じゃないですけど、はい、そこで逆にね、っていうよりかはもう欲しかったらもういいんじゃないですかというところでいいと思います、はい、僕の結論としても、高いと思います。ちょっと高いと思います、はいはい、ただ、まあ、内容を見るともう装備すごくいいし、うん、まあ、あとはゲレンデってなんかこうずっと乗れる車じゃないですか、うん、はい、だからもう極端な話、一生乗っててもいい車じゃないかなっていう、うんうん、特にディーゼルだし、はいはい、あとはそうじゃなくても一度は乗っときたい車だと思うんですよ、うんうん、なんか興味あったんだけどちょっとゲレンデ一回やっぱり乗ってみたかったんだよなっていう方も多分結構多い車だと思うんですよね、はい、だから時期に関しては正直分からないです僕はそうですね、はい、で現状もう新車より高くなっちゃってるっていうんで、うん、まあ、ちょっとその辺もありますけれども、うん、まあ、やっぱりこう今しかないじゃないですか、うん、はい、もう2030年には、うん、メルセデス電気自動車にシフトしますよって言われてる時期なんで、うん、そうですね、はい、もしかしたらもしかするかもしれないし、そうですね、逆パターンもありますけど、はいはい、やっぱりを見つけていいなと思ったら、まあ、なんかの縁ですから乗っていただくのはいいんじゃないかなと、はいはい、まあ、結論になってない感じですけども、買えるんだ、行けるんだったら行きましょうってことですね、はい、みんなそうです、はい、というわけで今回はメルセデスベンツ G400D をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。